日本が進めている F2 戦闘機の次期戦闘機計画だけど、別名 F3 計画と呼ばれているみたいだね。この純国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とされているのが、AI を搭載した無人戦闘機ってわけだ。日本も着々と防衛力を上げていかないとだからね。そうだね。さて今回はこの無人機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。それにしても、戦争の様子は記録されている100年前の第一次世界大戦などから比べると全く別物になったよね。塹壕戦などと呼ばれる悲惨な戦争を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪った戦争。そして現在はボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる戦争になってしまったからね。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではあるけど、非人間的な冷酷すぎる戦争が現実化しつつあるんだろうね。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機として国産次期戦闘機と連携して使用される。無人機の実証機開発関連費を2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表したよ。この次期戦闘機は国内企業グループで開発を進めている機体で、2030年代半ばからの配備を目標としていると聞き、開発内容としては、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム並走やセンサーなどを統合、連携させるや、インテグレーション統一、複合、一体化技術だけではなく、並走武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているんだって。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然だし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されているんだよね。自立飛行というのは、パイロットは常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視をしている、そして必要な時だけに操縦するということなんだ。ということは、この操作も自分が殺す相手の顔を見ることがなく、行われるということになるね。この無人機は次期戦闘機艦上で運用される見込みになっていて、作戦空域近くで射出され飛行し、より危険な前線空域に展開、搭載母機つまり次期戦闘機の、誘導コントロールに従いながら、自立飛行できると見られているね。無人機のメリットだけど、なんといっても、乗員パイロットの人命を守れるというのが最大のメリットだろうね。それだけではなく、有人機ではできない運動性能が十分発揮できるし、コックピットスペースが不要になるから、そのスペース分が小型化できるんだ。そしてパイロットがいないので、その分の重量が減り、となると、その分積み込む燃料も増やることになり、燃料が増えれば、航続距離は伸びるし、兵器の搭載量も増やせる計算になるってわけ。当然のことだが、機体の形状にも影響はあって、機体の凹凸が減らせるというメリットがあり、凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつくよ。経費の面でも、有人機と比べると必要経費は大幅に減ることになり、パイロットの人件費も削減され、そして極論だが、ミサイルのように使い捨ての戦闘機として活用することもできるというわけだね。使い捨てというけど、マスクやコンタクトレンズ、カメラじゃないから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにしてほしくはないよね。廃棄された機体から機密情報が盗み取られるという恐れがあるという意見も散見するし、実は防衛省内では無人機開発構想が以前からあったみたい。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように、遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われるし、遠隔操作できる無人航空機といえば、アメリカのグローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーだね。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ超時空要塞マクロスを思い出す方もいるんじゃないかな。戦争アニメと歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女という流れを作る一助になったと言われているよ。余談だけど、放映前にはヒロインの任命を宇宙のリリー・マルレーンと形容していたみたい。放映が始まったらこの形容は使われることがなくなったんだけど。さて、現実のバルキリーを開発した会社だけど、
アメリカの軍需産業界ではほとんど名が知られていなかったクラトス社だね。このバルキリーは AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした自立飛行無人機で、バルキリーの初飛行は2019年平成31年3月だったんだけど、初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと発表があったよ。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルケウス600と呼ばれていて、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などを実行できる優秀な機体と言われているよ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システム実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表し、この計画の実現によって無人航空機群を組織化し、低コストで運用、維持が可能になり、紛争地域ではスピーディな行動ができる。敵に決定的な打撃を与え、侵攻が阻止できることになると述べているよ。では日本を見てみると、防衛省は無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機などあらゆる機種を想定しているみたい。コンピュータが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用する研究を進めていると言われているし、次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究の成果ではないかと見られているんだ。防衛装備庁は2016年平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンなる論文を発表していて、内容としては、航空無人機研究開発が中心だったんだけど、2019年以降は第三分類無人技術検証として遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に注力する予定としているよ。その後は第四分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われるね。この研究ビジョンによると、無人機研究については前述以外にも近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型ドローンなどが挙げられているらしいね。そして現在もこのビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されるよ。ここでドローンについて改めて振り返ってみるんだけど、一口にドローンと言っても、用途によって様々なものがあるよね。農薬散布、小型の荷物配達だけではなく、今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類だけど、強引に表現してみると近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルではないかと感じるよ。世界各国が無人戦闘機開発を進めている流れに乗り遅れないためだろうけど、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっているから、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機と連携を進めようとするのは、ごく自然なことじゃないかな？パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず全ての国が注力していると言ってもオーバーではない現状だし、2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画なるものを発表していて、同時に国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵を攻撃するためのドローン設計も発注したみたい。このドローンは有人機から操作するから、母機の有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになり、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられているんだ。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機のほか、現在所有している第5世代や、第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制で運用も図りながら開発を進めているらしいと漏れ聞こえてくるよ。こういった観点から見ると、日本は遅れているのではないかという声があるみたいだね。そう言われても、防衛費には限りがあるし、無人戦闘機にだけ使えるわけではないから、分腹茶釜ではないが、無人像に予算が湧いてくればな、とないものねだりをするのは日本だけではないと思うよ。だからこそ、限りある予算をあちこちに分散して消費してしまったら、全てが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見があるんだよね。今は、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を、同時進行させるということに集中するべきではないかと思われるよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。空母化改修工事中の護衛艦加賀だけど、その艦首がやっと四角へ改修されたという情報が入ってきたよ。艦載機となる F-35B 戦闘機も2024年には日本へ納入される予定になっているね。この F-35B については、2023年度予算に8機分の購入金額が組まれていたな。さて今回は、この四角へ変化した艦首について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。コロナに明け、ロシアのウクライナ侵攻に世界が揺れた2022年も残りあとわずかになったよね。しかし日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には年末も正月も関係ないんだ。現在、所有している艦艇の中で最大サイズの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているよ。出雲型護衛艦は2012年から2017年の6年かけて1番艦出雲と2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造され、この2隻は海上自衛隊内では艦式号 DDH と呼ばれているんだって。この2隻の出雲型護衛艦の前級は同じ DDH で海自初の全通式飛行艦パントクを備えた日向型護衛艦で、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲型となっていて、前級より、回転翼機の搭載能力を高めているみたい。日本の海上自衛隊では、出雲型護衛艦は前述した通り DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたけど、世界の基準に照らし合わせるとイギリスの著名なジェーン連艦などでもヘリ空母に分類されているよ。そのため出雲型護衛艦は他国の海軍の基準では回転翼機を搭載する軽空母という扱いなんだけど、日本はそうはいかず、政治的に航空母艦保有を公に述べることが難しかったから、収益した時から極力そういった見方をされることは避けていたという感じを受けたものだね。国会が代表する政治の場でも、出雲型護衛艦に全通式飛行艦板を採用した外観のせいで、当時の反対派から海上自衛隊は航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いだろうな。この時点では出雲型護衛艦が航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には想像もしていなかったぜ。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押ししたようとも思われるな。でも、例えば韓国海軍のドクト級強襲揚陸艦には F-35 ライトニング 2B 型が実用化されているけど、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なんだ。一方、出雲型護衛艦は F-35 の運用に適応したエレベーターをもともと備えていて、これはいずれ本当に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは別としても、そういった事態が到来することに備えてエレベーター規格そのものを対応可能なものに設計していた先見性の高さが功を奏したと言えるね。出雲型護衛艦が持っているそうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸垂直離着陸が可能な、戦闘機の実用化などの事情が重なったことが現在につながっているということだろうな。こんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀で、ネームシップにして1番艦の出雲と同じく5年おきに行う予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められているよ。加賀はちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われているんだ。1番艦で先輩格の出雲とは違ったアプローチで行われているみたい。出雲の1回目の改修工事の内容だけど、全通式飛行甲板に耐熱加工が施され、これは艦載機である F-35 ライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから高温の排気熱が吹き出されるから、それへの対応だね。同時にどんな悪天候であっても着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されているんだって。では香川というと、
上空から見た場合に艦首部分の飛行甲板がはっきりわかる台形状と認識できたけど、この形をアメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われていて、この変更理由だけど、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されているよ。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分液体が露天駐機できるようにしたということだね。ちなみに加賀など同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦で、この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているから、戦闘機の発艦だけを考えれば、上艦の方が運用効率は高いようだな。というのは、スキージャンプ方式を採用すると艦載機 F-35 ライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できるといい。だから戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるぜ。加賀など、出雲型護衛艦においては F-35 ライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされているが、出雲艦は艦首部下部に重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられるな。防衛予算から出雲型護衛艦の航空母艦化改修工事を考えてみると、2022年度分は出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として約12億円を費したということだよ。アメリカ軍の技術支援の内容だけど、日本は F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できておらず、なので1回目の工事を終えた出雲はアメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が初着艦テストを実施しているんだ。このような F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種テストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されるね。来年度2023年度防衛予算の内訳だけど、出雲型護衛艦航空母艦化改修に、出雲と加賀の2隻で総額約52億円を投じることが確定していて、つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているってわけ。出雲型護衛艦の基本スペックを紹介すると、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルで、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合はマックス約10機が艦内に収容可能と見られていて、F-35 ライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては決して大きいとは言えないと感じられるけど、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるね。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後ますます島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われ、ということは、出雲型護衛艦で F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるぜ。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、持久艦艇建造にも影響するだろうね。例えば満載排水量3000トンクラスの強襲揚陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるだろうし、現在より強く水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれないもん。どちらにしても現状では南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在しておらず、ということを考えると、出雲型護衛艦は一朝有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられるぜ。70年前の話だが、香川太平洋戦争中も大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していたな。香川基準排水量38,200トン、満載排水量42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルという大型艦だったもんね。ただし、注意書きがあり、この加賀がこれまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからで、
もともとは加賀型戦艦として建造が予定されていたんだけど、1921年大正10年採択されたワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいで、それが現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最上型護衛艦は今までの護衛艦と打って変わった形状をしているよね。ステルス性を重視して設計されたステルス艦って感じだよ。全体の形は、レーダー反射面積 RCS イコールレーダークロスセクションを小さくするため、船体や上部構造を単純平面化しかつ反射波が情報に向くよう傾斜がつけてあるぜ。また従来甲板上に露出していた闘病装置類などの装備は艦内に収められているな。この形状は世界の艦艇の主流となっているんだよね。だから、最上型がこの方式を採用したのは世界では早い方とは言えないんでしょ？さて今回はそんな最上型護衛艦の性能と役割について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず RCS についてだけど、RCS というのは、敵のレーダーからの見つかりにくさを示しているんだ。RCS を下げる方法は反射波を相手レーダーに向けないか、電波を吸収して反射しない方法があるよ。最上型は反射波を相手レーダーに向けない方法で RCS を下げているな。電波吸収素材の使用や電波吸収塗料を塗布することでもある程度のステルス性得られるだろうが維持も大変だぜ。日本のステルス艦としてはアブクマ型護衛艦を最初のステルス対応護衛艦とする人もいるんだけど、最上型が最も単純平面化した形状になっているんだ。と言っても最上型の船体は上甲板から下は以前の艦艇同様に、敵のレーダー波を海面方向に反射する逆台形の形状になっているね。海面方向に反射されたレーダー電波はまた海面に反射されて敵艦のレーダーに届くが、これに対し、アメリカの世界最大の駆逐艦ズムボルト級ミサイル駆逐艦は喫水線から上が台形で、敵レーダー波は全てが上方に反射されるぜ。ズムボルト級は対地攻撃を目的として設計されており、敵地に近づく必要があり、艦艇レーダーより高い高地に設置され遠距離まで捜索できる強力なレーダーに対してもステルス性を発揮できなければならないんだが、ズムボルト級は平面を組み合わせた船体形状で、RCS を在来型水上艦の50分の1程度に低減したとされているな。最上型護衛艦は、全長133メートル、全幅 16.3 メートル、排水量3900トンで、最大速力は約30ノット約 55.6 キロマイル以上とされていて、エンジンは海自護衛艦として初めてガスタービンとディーゼルを併用する CODAG 方式のエンジンとなっているよ。低速及び巡航速度ではディーゼルで高速ではガスタービンを併用し、出力は7万 PS だね。次に最上型の武器などについて見ていくんだけど、前方から、62口径5インチ砲 ×1 機、マーク、41VLS 装置 ×1 式追加装備を予定、水上発射艦 HOS303-324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機、水上艦用機関銃火遠隔操作型 RWS×2 機、JAF ロケットシステム ×1 機、艦対艦ミサイル SSM 装置 ×1 機、対艦ミサイル防御装置近接防空用シーラム ×1 機が搭載されているんだ。62口径5インチ砲の主砲は、62口径5インチ 127mm 砲を軽量の単装砲塔と組み合わせた砲で、名称はマーク45モド4で、海上自衛隊はこれを日本でライセンス生産を行い62口径5インチ砲として採用しているよ。62口径5インチ砲の砲身長は 7.874 メートル 62×127mm で、砲塔は耐水構造のアルミニウム合金製、砲重量は約29トン、自動装填により完全無人化されているね。初速は、新品状態で808メートル毎秒、射程は 37km、発射速度は16/28毎分で、ステルスマストに装備されているフェイズドアレイレーダー OPY2 が主砲射撃管制にも使用されるんだ。次にマーク。41VLS 装置は追加装備が予定されていて、
具体的にはシンガポール海軍のフォーミダブル級フリゲートのような感じになるとされており、VLS をレーダー遮蔽板で囲い、ステルス化してあるみたい。そして水上発射艦 HOS303 は2段積みにされた3本の発射艦、旋回装置、発射装置などで構成され艦の両舷に設置されていて、重量 320kg、全長 2832mm の97魚雷、ヒトニー魚雷やアメリカのマーク、46魚雷を発射でき、魚雷は発射艦の後尾にはめ込まれた球形の金属管アキュムレーターの空気圧によって射出されるんだ。水上艦用機関銃か遠隔操作型 RWS は 12.7mm 銃機関銃を装着したものだな。銃架は固定式だが、機関銃は通常は艦内に格納されており、この装置は既存の 12.7mm 機関銃銃架を自動化し、操作員が見張り、装填、射撃を一人で原則に出ないでもできるように省力化されているぜ。遠隔射撃ができるだけでレーザー測距儀や自動追尾装置、ビデオ映像を保存する録画機能も付加されていないみたいだね。本来 RWS は水上艦艇の近接防御のためのシステムで、両舷の2機だけでは360度の近接防御は不可能となっており、特にこの配置では後方は死角になっているぜ。近接防護用でありながら、後方から高速で自爆ボートなどが来たような場合対応できないだろうな。艦の後方には対艦ミサイル防御装置近接防空兵器があるんだけど、短距離用ミサイルしか搭載していないみたいだしね。ジャフロケットシステムは攻撃機や対艦ミサイルなどの攻撃に対し、飛来するミサイルの誘導装置や敵型のレーダーに対して時間の位置を不明瞭にするために発射されるよ。電子戦支援 ESM システム、レーダー警報受信機などと連動して、脅威を探知すると同時に、ロケットが発射され、ロケットがアルミニウム箔や金属ワイヤーなど着というを空中散布するんだ。ジャフロケットシステムはマーク、137発射機 ×2 機両舷に各1機とマーク、164制御盤、肉、160電源装置などによって構成されていて、6発のロケットを挿入できるんだけど、装填は人力で行うようになっているんだって。SSM 装置は、艦の中央に配置され、左舷及び右舷を向いた人7艦対艦ミサイル SSM に4連装発射筒2機及び、攻撃管制用の艦対艦ミサイル艦上装置3両 SSMS3 で構成されているぜ。SSM 装置はミサイルを最大8発搭載でき、ミサイルは、全長5メートル、全幅 0.35 メートル、ミサイル重量 700km、射程 400km です。推進方式は固体燃料ロケットモータ ー, ブースタープラスターボジェットエンジン巡航用で、誘導方式は、中途工程管制後方装置 INS、全地球測位システム GPS、終末工程アクティブレーダーフォーミング ARH となっており、陸上自衛隊の人に1対艦誘導弾をベースとして開発され、目標座標を入力すれば地上目標の精密打撃も可能なため、有事には地上部隊支援のための対地攻撃用としても使用できるらしいな。対艦ミサイル防御装置はイージス艦の区域防空や艦隊防空及び搭載予定の VLS による固艦防空をくぐり抜けて、飛来する対艦ミサイルを最終防衛ラインとして迎撃する近接防御武器システムだね。使用するミサイルはリム 116g で、ミサイルは FRP 製キャニスターに入れられた状態で供給され、人力により発射機に装填されるよ。対艦ミサイルの飛来を、艦艇のレーダーや ESM 電子戦支援装置、光学赤外線装置などで探知すると、目標データをミサイルに付与して、発射機が敵ミサイルの飛来方向に向けられ、ミサイルが発射されるんだけど、以後は艦艇からの誘導を必要とせず、自立飛行して目標に向かうから、他の目標に向け、次のミサイルを発射することも可能なんだ。全長 2.82 メートル、弾体直径 12.7 センチメートル、翼幅 44.5 センチメートル、射程 9.6 キロメートル、重量 73.6 キログラム、弾頭、爆風破片作薬、誘導方式中間誘導パッシブレーダーフォーミング、終末誘導赤外線フォーミング、速度マッハ 2.5 となっていて、発射機は11連装で、複数目標に対処でき、
発射機自体が補足レーダーや赤外線センサー、電波探知装置を備える独立完結したシステムだよ。また、SH-60 軽哨戒ヘリコプターなんだけど、このヘリコプターは SH-60J をベースとして開発され、改良点は高性能ローター、キャビン拡大、着艦誘導支援装置、戦術情報処理表示装置、高性能ソーナーが装備されていて、全長 19.8 メートル、メインローター直径 16.4 メートルとなっているね。そして無人高層体 UUV である OZZ-5 は全長約4ム、全幅 0.5 メートルで、重さ 900kg となっているよ。OZZ-5 は、ステルス機雷など探知しにくい機雷を自動探知する高周波合成海溝ソーナーと、海底に埋没した機雷を探知する低周波合成海溝ソーナーが搭載されていて、2周波の合成海溝ソーナーを同時搭載した水中無人機は、本気が世界初なんだ。無人水上艇 USV は無人高層体 UUV と連携して行動することになっているぜ。また、最上型は監視対戦ソーナーが廃止され、ソーナーは OQQ25 に一本化されており、OQQ25 はパッシブ機能とアクティブ受信機能を併用でき、可変ソーナー VDS と受信アレイ TASS から構成されていて、アクティブでは VDS から音波発信して TASS 側で得られた音源を受信するらしいな。大機雷専用ソーナーは艦の最下部に、簡易型機雷敷設装置は艦の最後尾にあるね。複合作業艇は内飛艇と通称されていて、船体側面のハッチを開き、固有のクレーンで上げ下げされるよ。最後に出雲型護衛艦の役割についてなんだけど、最上型護衛艦は、増強著しい中国軍の海洋進出、特に台湾や南西諸島への侵攻機とに対処するため、我が国海上防衛の一端を担う次世代型多目的フリゲートだね。最上型の護衛艦艦艇記号 FFM は新設されていて、対空対艦、対戦対機雷戦など多様な戦闘任務を遂行する多機能護衛艦フリゲートマルチパーパスマインの略称となっているよ。最上型は、沿岸警備を行い、対戦線や対空線、対水上線など従来の護衛艦の機能を備え、対機雷戦機能を持つ護衛艦ってわけだな。現在の日本の防衛戦略で喫緊の課題となる当初防衛に投入する新型艦艇だぜ。電子装備はヘリ空母出雲型以降の護衛艦潜水艦から採用されている標準システムと同じで、戦術データリンクは新型のリンク22ナトー規格を搭載しているから、当然だけど他の艦艇との連携ができ、通信用アンテナは、マスト頂き部の棒状の NORA50 複合アンテナに組み込まれ、このアンテナには電子光学センサー OAX3 複合センサーも入っているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年の護衛艦出雲加賀の改修工事に52億円がかけられ、F-35B 戦闘機艦載へ向けた空母化計画が進んでいることを、みんなは知っているよね。やっぱり現代において短距離離陸垂直着陸機のステルスは必要不可欠だよね。何にせよ、多額のお金をかけるんだからバッチリ仕上げてほしいよね。そうだね。さて今回はそんな護衛艦出雲加賀の改修工事について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て、2023年度の日本の防衛予算案は6兆8219億円となることが決定しており、この額は2022年度と比較すると約 26% 以上の増加額となっているよ。さらに2023年度から2027年度までの累計防衛予算額は、現時点でも約43兆円を超過すると予想されており、この金額をベースに各種防衛装備品を調達するとともに、その配分が図られていくんだって。その予算内で国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの導入など、長距離攻撃を可能とする調達兵器の是非がマスメディアなどでも取り沙汰されているよね。こうした長距離攻撃可能なミサイル類の性能を理由に、かつては敵基地攻撃能力と捉えられてしまい、
専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない攻撃的兵器だという認識が批判する側の意識の根底に根付いていたからな。そのような意識を日本国民から払拭させようという狙いから、政府はこれらの長距離ミサイルを、スタンドオフミサイルと言い換え、しかも反撃能力と呼称することで国民を納得させて政治的に乗り切ろうとしているよ。そんな中で反対派の大批判の渦中にいたのが、海上自衛隊が持つヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻であり、航空母艦を彷彿とさせる全通甲板の口径は一番艦出雲の収益時から共産系メディアの攻撃の的となっていたんだ。出雲型護衛艦の収益は1番艦出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月となっており、この当時は反対派からすると事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を禁じる攻撃的装備だという批判が絶えなかったってわけ。確かに出雲が収益を果たす前の2013年7月、共産系メディアが出雲型は、短距離離陸垂直着陸 STOVL を可能とするロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じていたね。当時の防衛大臣だった小野寺氏は、この報道を受けてその内容を否定しており、今、思い返せば世論の反発を危惧して、でき得る限り水面下で計画を進めようとしていたんだろうね。現状、出雲型護衛艦の空母化計画も2023年度の防衛予算案として決定を受けて、本年度分としては約52億円の回収費が組み込まれており、日本を取り巻く悪の枢軸国に対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしていっていると言えるよ。出雲型護衛艦を航空母艦化することが功となったのは、2016年末に航空運用能力向上に関わる調査研究を募った以降であり、この委託業務は、出雲型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が勝ち取ったね。その調査研究では従来、回転翼機の運用能力のみ付与されていた出雲型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が公に検討される運びとなっていたんだ。2017年末には防衛省が航空自衛隊の装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられ、出雲型護衛艦の航空母艦化はこのあたりから具体的に進んでいったってわけ。そして、2018年末の防衛計画の大綱では、これから航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性をさらに向上させるがごとく、必要に応じて既存艦艇から STOVL 機が運用できるように考えていることが国民にも明かされたね。同時期に防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、STOVL 機を運用するための既存艦艇として考えられているのが出雲型護衛艦であると明記されたことにより、その方向性を決定したよ。2013年7月の共産系メディアによって、出雲型護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられたことを振り返ると、実に5年以上の歳月を費やして徐々にその実現を図っていたことが浮き彫りとなり、何事にも段取り八分というのは大事だよね。2018年末の中期防衛力計画により、出雲型護衛艦の航空母艦化が明記されたと入っても、同艦は回収後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対潜哨戒用の回転翼機を運用する欲張りな手法を取ることが明らかとなったんだ。また自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことが強調され、一応その具体例とされる兵器は長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲型護衛艦は攻撃型の航空母艦ではないという認識を政府は示したよ。この当時出雲型護衛艦は航空母艦化回収後も、区分的には攻撃型ではないから自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では政治的な解決策として意味を持つかもしれないけど、当然のように中国等はそれを見逃すことなく日本が攻撃的軍艦を持つと示唆したんだ。しかし、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと規定している日本の体制を、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも発展するかもしれないけど、
対外的にも日本のヘリ屈を真剣に受け入れる国家は皆無と言って良いだろうね。日本の国内において、いつまでこのような政治的なレトリックが続くのかと理解できないが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにした2022年2月以降、日本国内でも反抗戦力を持つべきとする見方は確実に増えているはずだよ。その反抗戦力となりうる出雲型護衛艦の航空母艦回収において、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀は2021年度から予算上も含めて、確実に着手されており、これは自衛隊で定められた両艦の5年ごとの大規模な定期点検に合わせて実施されているよ。この航空母艦化改修は2度にわたって大規模点検に合わせて実施され、次は出雲が2024年度から始まり、2026年度内に完了するのに対して、加賀は2026年度から始まり2027年度に完了するとされているんだ。本来は1回目の航空母艦化改修工事で出雲から先にしようとしていた点として、外観上に見える大きな変更点である飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定だね。逆に加賀は現在進行形で実施中の1回目の改修工事において、この飛行甲板の拡幅とそれによる艦首部分の形状変更がすでに完了しているため、2回目の改修工事は期間が短くなると見られているよ。現在の航空母艦化改修の日程から想定される実際の稼働としては、出雲が2027年度、加賀がそれに若干遅れる形だろうと見られ、現時点からは少なく見積もっても3年ほどの期間を要することになるだろうね。また、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、なぜか各艦艇が個別にアメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いて適合テストで認証を得なければならないんだよね。しかも出航準備と並行して航空自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型の調達を進めており、現時点では総数で42機が導入予定とされ、2023年度の防衛予算案の中には同期の8機分の調達費用約1435億円が含まれているんだ。予算上では2020年度から2022年度までの合計で、F-35 ライトニング 2B 型の調達は12機だったため、2023度の8機分を追加して、ようやく20機分の予算が確保された状況だね。最初の F-35 ライトニング 2B 自体の配備に関しては、宮崎県のニュータバル基地を候補地として、2024年から開始される運びになっており、それ以後は STOVL 機を活用した、出雲型護衛艦への発着艦テストも逐次開始されていくだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本では今年2023年は最大で9連休とも評された大型連休だったけど、その間の5月上旬に東洋有数の貿易港として名高いシンガポールでは、4年ぶりに主として海軍や海防組織に向けた展示会イムデックスアジアが開催されたね。軍事マニアのみんなにとっても、きっと充実した大型連休になったはずだね。今回のこの展示会はイムデックスアジア2023と銘打たれ実施されたもので通算では13回目の開催を数え、シンガポールのチャンギエキシビションセンターにおいて60カ国を超す国々から1万1000名以上の参加が実現した模様だよ。そうだね。さて今回はそんなイムデックスアジア2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イムデックスアジア2023には13カ国の参加国から22隻の艦艇が派遣されており、その中には日本の海上自衛隊も含まれ、同隊の最新鋭の護衛艦である最上型の2番艦熊野もチャンギ海軍基地にその雄姿を見せていたよ。熊野は昨年2022年3月に神奈川県の横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたばかりで、1番艦最上も同部隊に翌4月に加わっており、これまでの護衛艦と一線を画すステルス性を前面に出した艦影が特徴だね。最上型護衛艦は3番艦の城が2022年12月、
4番艦三熊が2023年3月にともに長崎県の佐世保を母港とする護衛艦隊の第13護衛隊に配備され、日本の東西に2隻ずつが割り振られた形となっているんだ。今回のイムデックスアジア2023への熊野の参加をめぐっては、日本の SNS 上などにおいて一部では、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が派遣されることをいぶかしむ意見も散見されたが、この程度の行為で他国に性能を把握されるとは思えないね。でも自国の情報が漏洩することを危惧する声があることは良いことだね。それだけ軍事的な面について考えている人たちがいるってことだから。うんうん。ただ大半の行動が取得されている潜水艦であれば、個別に異なる音紋を他国に収集されるというような危険性もあるだろうけど、ステルス性を高めているとはいえ水上戦闘艦は容易に目視できてしまう存在だからね。したがって敵のレーダーに察知されづらいステルス性を追求しているからといって、その効果がこうした展示会への参加で損なわれる可能性を論じても無意味で、むしろこうした最新鋭艦を海上自衛隊が装備していることを知らしめる効果の方が優先させるんじゃないかな。あえて知らせることで抑止力となりうる方向に進んだわけだね。そういうこと。最上型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としては初となる FFM という新たな艦式号が付与されているけど、これは艦の規模のフリゲートと多用途マルチパーパス、機雷マインの M から取られたものだと説明されているよ。この FFM なる艦式号が示す通り、最上型護衛艦は従来まではもっと小型の掃海艇が専門に担っていた。対機雷戦闘能力を備えている点が大きな特徴であり、対艦対空対戦を含む任務の多様性への対応を目的としているね。ただし最上型護衛艦の兵装は62口径 127mm の MK45 単装砲1機、4連装の17式艦対艦誘導弾2機、そして16セルの MK41VLS 垂直発射艦などとなってるが、兵装たる VLS 垂直発射艦は、しばらくは対戦用のロケットだけの搭載だとされているよ。これは VLS 垂直発射艦で運用する長射程の艦対空及び艦対艦ミサイルの選定に時間を要するためとされており、かつ予算の都合上そもそもの VLS 垂直発射艦自体の搭載が後日対応であり、その点は確かに心もとないね。また最上型護衛艦の16セルという VLS 垂直発射艦の数も、日本の仮想敵国である。中国海軍の 054A型ジャンカイ2型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲートの同32セルと比すれば半分に過ぎない点も事実だね。こうした最上型護衛艦の軽兵装は中国の SNS 上などのコメントでは当然のことのように揶揄されて入るけど、海上自衛隊としてはこのクラスの艦艇20兵装は、不要と判断していることの表れでもあり、一概に断ずべき部分ではないのだろうね。また最上型護衛艦が収益を始めた時点においては、同級は最大で22隻という大量建設の可能性があることも指摘されていたけど、2023年1月末に2024年度からはさらに新型の FFM の建造が予定されると判明し、12隻で終了することが確定しているよ。ただし個人的には新型 FFM とは言うものの、最上型から抜本的な変更が行われるとは考えにくく、これまでに判明した最上型の改善点を盛り込んだ形で、自動車でいう大規模マイナーチェンジ的なものに相当するのではと予想するよ。さて今回のイムデックスアジア2023に参加した熊野だけど、そこでイギリスの軍事専門誌のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材を受け、UUV 機雷探索用に開発された無人機の運用が開始されていることが判明したね。この UUV 機雷探索用に開発された無人機は三菱重工業者が製造を担当し、2013年から2016年の期間をかけて開発されたもので、海上自衛隊での正式な装備名称は OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機と呼称されているよ。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー氏の取材で明かされた内容によれば、熊野のみではなくこれまでに収益を行った4隻すべての最上型護衛艦でこの2023年3月以降、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は運用が開始されたというんだ。
OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の特徴は、水中を自立的に航行して様々な種類の機雷を探知する無人機であり、全長は 4.0 メートル、全幅は 0.5 メートル、総重量は 0.9 トン、水中での最大速度は7ノットとなっているね。機雷は製造コストが安価な割には、敷設されてしまえばその海域を比較的容易に海上封鎖することが可能な兵器であり、かつ近年では新しい技術を取り入れた発見が困難なステルス性を持たせたものや、海底に埋没させる形式のものなどが登場してきているよ。こうした新型の機雷の前には、従来の掃海艇のように自らがその敷設された海域に入り込んで、除去を行うことが著しく困難となっており、有人の掃海艇では、対応が難しいそれらの機雷に対し、新たな対処方法が模索されてきたよ。そこで開発されたのが OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、探知自体が難しくなった機雷を広い海域にわたって自立した航行を行うことによって、万一の際の人的な損耗を防止しつつその探知を行う任務を遂行するんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、2種類の異なる周波数帯に対応した合成海溝ソーナーを搭載しており、低周波に対しては日本の NEC 社製、高周波に対してはフランスのタレス社製のソーナーを採用しているみたい。日本の NEC 社製、フランスのタレス社製の2種類の合成海溝ソーナーによって、機雷そのものはもとよりその埋没した海底の地形の情報を取得することを可能としており、この仕組みを備える UUV 機雷探索用に開発された無人機としては世界初となっているね。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、昨今の海上自衛隊の潜水艦と同様に、本体には高度な姿勢制御が可能な X 舵を備え、充電方式のリチウムイオンバッテリーを動力として、4ノット航行ならば最長でおよそ9時間に及ぶ駆動を実現しているんだ。こうした OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が持つ機能は、フランスの大手軍需関連企業である、タレス社の技術が用いられていることは比較的にメディア等への露出も多く、知名度も高いものと想像されるね。かたや日本の NEC 社はこうした軍需用途への参画はあまり大々的には取り上げられていない気もするが、今年2023年3月中旬に千葉の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023では、同社のブース内で OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の模型が展示されたよ。日本の防衛産業に製品を開発している企業は、どうしても自衛隊のみが供給先であるため製造数量が限られ、商用的には採算が合わないことが多く撤退企業も後を絶たないが、NEC 社には防衛産業分野でさらなる協力を願わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。